よし、どうも滝です。今日もね、イーフトアプリの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、はい、木曜日のアップデートでこちらのリュディガーとサフィー・サリー選手、そしてチャナティップとプラタマ・アルハン選手、この4選手がもらえたということで、まあ、どちらもねブースターついてる、このブースターの4名ですね、こちらの無料配布の4名のレベマ能力値解説、まあ、当たりランキングですね、あと評価やっていきたいと思います。で、自分なりにね、全部レベマにしてタレントポイント振ってみて、実際にねちょっと使ったんですけども、使用感のいいタレントデザインやったりを今から紹介していきたいと思います。はい、それでは実際にスカットに入れた状態で見ていきましょう。はい、まず第4位プラタマ・アルハン選手ということで、こちらがですね、攻撃的サイドバックでサイドバックと左サイドハーフできると。で、ブースターがアジリティプラス2、スピード、瞬発力、ボディコン、スタミナのパラメーターが2上昇しますということで、まあ、スキルがライジング、ミドル、ピンクロ、ロングスローということで、まあ、サイドバックとしてはもっと必要なスキルはねたくさんあると思うので、まあ、マンマーク、インターセプト、ブロッカー、エアバトルなどなど、まあまあとにかくね欲しすぎるスキルがたくさんありますね。で、僕はタレントデザインこんな感じで振ってみたんですけど、まあ、結構まばらにして、まあ、ディフェンスに最終的に振ったみたいな感じですね。で、こういうタレントデザインにしたらこういう能力値になりました。まあ、ドリブル能力とかパス数値とかまあまあって感じで、でディフェンス系統もね、まあ、結構振ったんですけども、ディフェンスがまあ80超えるぐらいで、まあ、その他はまあ微妙かなって感じですし、まあ、スピシンをね主に上げましたね、僕90、86ということで、まあ、ここを上げすぎたために、まあ、ここら辺がちょっと微妙になったかもしれませんけども、まあ、逆にここを抑えたらね、まあ、ここも80乗ったりとかすると思うんですけども、まあ、ガチスカ級ではないかなっていう感じはしますよね。まあ、スキルもきついですしね、まあ、ガチスカ級ではないし、まあ、今回の無料配布の中やったら一番外れかなというふうに思うんですけども、まあ、無料でもらえるということで、ブースターエピックがね無料でもらえるだけでも感謝なので、まあ、そこは感謝しておきましょうって感じですね。はい、ということで第3位がですね、サフィー・サリー選手ですね。こちらがボックスストライカーなんですけども、まあ、身長気になりますよね。やっぱり168cm ちょっと低いかな。で、ブースターがシュートプラス2ですね。ボルコン、決定力、キック力、フィジコンのパラメータが2上昇してますと。で、タレントデザインがこんな感じですね。シュート5、ドリブル11、クイック、クネス9、脚力9、エアバトル3ということで、こうやって振ってみたら、マスカット入れたらこんな能力値になりますね。まあ案外ね、結構ここら辺80乗ってていいなと思いますし、まあパス数値はちょっと、まあ崩壊的ではありますけども、決定力90乗ってて、かつですね、スピシュンが80、83と、まあ悪くはないですね。で、まあキック力と決定力が高いので、まあセンターフォワード、そんなおらんっていうか、マジでおらん人が使えるかなって感じですね。まあ逆足頻度精度最高、最高っていうね、結構ね、これ評価できるとこかなと思います。まあ、スキル見てみると、ヘッダーとかコントロールカーブ、コントロールループ、無回転、ライジング、ミドルとかワンシュートとかアクロバティックシュートとか、まあ、シュートに関しては一級品やと思います。ただね、やっぱダブタとかも持ってないですし、まあ、ワンパスルパとか、まあ、そこら辺の優秀なスキルも持ってないので、まあ、ガチスカ級かって言われたらそうではないですね。まあ、ただね、キック力と決定力こんだけ高くて、逆足頻度精度見て、まあなんかこの身長やったらねドリブラーの方がいいと思うんで、まあ、そこら辺がねちょっとね、なんかボックスストライカーじゃないよなってなっちゃうんですよね。まあ、ただ、まあ、センターフォワード揃ってないというか、本当にいない人やったら使えると思いますね。はい、ということで第2位がリュディガーですね。で、こちらがですね、まあ、カードタイプがトレンド選手ですね。で、リュディガーがハードプレスなんですけども、で、ブースターがエアリアルプラス2と、決定力、ヘディング、ジャンプ、フィジコンのパラメータが3上昇と、で、これがライブアップデート B 以上の時だけ、このブースターが発動すると。で、A の時に最大効果発揮ということで、まあ、A がプラス3なので、まあ、B やったらプラス2になるんかな。まあなんかそこら辺はねまだ明記されてないんでわかんないですけど、多分 B やったらプラス2やと思います。で、スキルがヘッダー、ロングスロー、マンマーク、インターセプト、エアバトル、スライディング、タックル、アクロバティッククリアということで、まあブロッカーつけてあげたいですね。で、リュディガーね結構ねスカット入れたら優秀で、まあヘディングとかもね80超えてますし、まあディフェンスねできれば90乗ってほしかったけど、まあまあけどボールダッシュ92でアグレッシブネス94、まあ、こんなセンターバックを、まあ、無料で獲得できるでそれだけでだいぶねコナミさんさすがってなると思いますし、まあスピシュもねなんか見た感じ微妙な感じはするんですけど、まあ、ジャンプ、フィジコンこんだけ高くて、まあ、逆足頻度精度高い高い、まあ、ここら辺はね評価できますし、まあ、リュディガーってね使った方やったら分かると思うんですけども、結構ね1対1対峙した時めっちゃうざいし、相手によっても強いし、自分が使ってもね1対1やったら強いなって感じはするんですよね。まあ、ただあの空いたスペースにカバー行くとかはちょっとねディフェンスも低いし、まあ、低いって言っても90乗ってないぐらいなんですけど、やっぱディフェンス90乗ってると乗ってないんで全然違うんですけど、まあディフェンス90乗ってないし、まあ、ハードプレスってとこもまあ加味して、まあ、優秀なセンターバックとはいきませんけども、まあ、センターバック難民というか、まあ、そんな強いセンターバック持ってないよって人やったら絶対使えると思いますね。まあ、リュディガーはね
まあ、人によっちゃガチスカ級やと思いますね。はい、続いてラスト、こうチャナティップなんですけども、いやちょっとね、もう先言わせてもらいます。いや使用感最強です。いやもうマジでびっくりしました。これ無料でいいのって感じですね。で僕はタレントデザインはシュート4、パス5、ドリブル13、クイックネス10、脚力8で振ってみました。でまずブースターから、ブースターボールキャリープラス2ということで、ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコンのパラメータが2上昇と。いやボールキャリーマジエグいですよね。でスキルがダブタルーレット、エッジターン、回し裏とかコントロールループとか、ミドルライジング、ヒールトリック、マリーシャと、まあね、いろんな優秀なスキルを持ってるんですけどもですね、まあ、ワンパとかスルパとかワンシューとかそこら辺つけてあげたらもっと優秀になるんかなって感じはしますよね。ただね、このスキルだけでもだいぶ使えると思うんですよね。まあただそれに加えてね、まあ今回ワンパワンシュースルパそこら辺つけてあげたらだいぶ優秀になれるかなって感じは個人的にはしますね。で能力見てほしいんですよね。いやまずこのドリブル能力ね、やばいですよね。いやこれはね本当にやばいと思います。いややばいと思いますってか使ったんですけどやばかったです。でパス数値も僕は80に乗せました、グラパを。なんでパスもそんな気にならなかったです。むしろなんかめっちゃいいなと思いましたね。でスピシュンがスピード87、瞬発90ということ でボディコンが96で逆足振動精度高い高いということで、いやマジ強いんですよね。でこれ前半から出したらちょフィジカルがねとてつもなく弱いですし、やっぱ身長を見てもらったら分かる通り潰されると思うんです。なんで相手のねディフェンダー陣がちょっと疲れてる時にスパサブで投入してあげたいなって感じがするので、僕やったら、まあ、今回ワンシューワンパースルーパースパサブかな、まあ、そこら辺つけてあげようかなっていう風に考えてますね。いやこのチャナティップはガチで強いですね。はい、ってことでね、当たりランキングやったんですけどもいかがでしたでしょうか。いや本当にね、個人的にはチャナティップは、まあ、誰がガチスカ入ってもおかしくないなって思いますし、まあ、リュディガーは人によってガチスカ入るなって思いましたね。まあ、ちょっと他の2人はうんって感じなんですけども、まあ、もしよかったらね、このチャナティップ特にタレントデザイン真似してほしいです。マジで強かったんで。はい、まあ普段もこんな感じで当たりランキングやったりね、評価やったりとかフォーメーション解説とか人選解説とかいろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。 SNS のフォローも概要欄からできますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ってことで以上だけでした。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。